You're listening to Shibuya Cross FM. Swingin', swingin', swingin' your dream.こんばんは。2月10日アーティスト M のお時間です。キャプテンの太田洋一郎です。バッキュン。こんばんは。マネージャーの米津玲美です。この番組は夢に向かって走り続けるアーティストを応援する応援エンタメバラエティです。そして一緒に番組を盛り上げてくれるキーメロです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやー、なんか寒いタイミングからあったかいタイミングに変わる感じで、皆さん服が全然わからなくなってると思うんですが、なってます。はい、2月も頑張っていきましょう。はい、というわけで、それではアーティスト演舞スタート。はい、それでは早速今日のテーマトークに参りましょう。今日のテーマはシング。今日2月10日は布団の日です。はい、全日本シング新装品協会が1997年に制定、布と20の語呂合わせで布団です。はい、布団布団語呂合わせですね。皆さんはどうですか、寝る、まあ寝具ですね。はい、寝る時に使う道具みたいなのはこだわってますか？まあ一応でもレミさんはこだわってるんじゃないですか？そうですね、現役の時からマットレスはやっぱり、あのアスリートの方が使うようなものを使った方がいいっていうので、あのエアウィーヴさんを配布されたり、全員配布していただいたりとかあったんで、それをずっとやっぱり使い続けてますね、今も。いいですか、やっぱり良いです。おー、何が違うんですか？何が違う、硬さが程よいかなっていうのと、やっぱり柔らかすぎると体が全部沈んじゃうんで、こう曲がったりとかするんですけど、その多分ちょうどいいアスリート向けに作られてるのかなっていうのはあって、結構寝心地いいと思います。なんで、あの全国ツアーとか、なんか移動される時にマットレス持って行ってる人とかも中にはいらっしゃいましたね。アスリートの人持ってってますよね。そうですよね。私はそこまではやってなかったです。で、はいはい、枕は？枕はちょっとストレートネック気味なので、はいはいはい、あんまり高いのが合わないので、もう安いペタンコのもうほぼなんていうんですか、平ら、ほぼ床ほぼ床、もうそれ買わなくていいじゃん、タオルとかでいいじゃん。あ、でも、あの枕はペタンコなんですけど、枕カバーこだわってて、なんだっけ、サテンじゃなくてシルクを使ってます。はいはいはい、髪の毛とかね、やっぱりそうです。髪の毛ロングになってからちょっとやっぱり痛みが目立つので、シルクに変えて、はいはいはい、なんかシルク 100% だと洗濯機に回せないとかいろいろあるんですよ。手洗いしなきゃいけないとか、なんでその洗えるやつ、手洗いはめんどくさいんで、洗えるギリギリのシルク。そうですなるほどなるほど、はい、イーメロは？私は、まあ、シングって私も枕なんですけど、まあ、枕を、整骨院で買ってます。整骨院で買ってます。そうなんですよ。でこれなんかきっかけがあって、もう5年ぐらい前かな、あの時にもう本当に死ぬんじゃないかっていうぐらい頭がすごい痛くなったことがあって、でなんかもう大学なんか脳神経外科まで行って、もうくも膜下出血かもしれないみたいななって、なんか CT っていうんですか、を取ったんですよ。でもう原因が分かんなくて、でどうしたものかってなったら、なんか頭の後ろの筋肉がつってますっていうふうに言われて、それがなんか中まで響いちゃってたみたいで、だからそっからなんか枕をちゃんとしなきゃダメだよっていうのを生活院の先生すごい言われて、でそれで生活院の先生が今買ってて、へ、うん、
なんかちょっと固めなんですけど、うん、なんて言うんだろう、タピオカのストローみたいなストローを切った、切り刻んだみたいなやつがいっぱい入ってるそういう風に言うとなんか作れそうじゃん確かにそれで良さそうだけど頑丈なんですよ、そのストローが頑丈なストローがいっぱい入ってるみたいな枕を今使ってて、それ使ってからはその劇的な頭の痛みはまだ起こってないんで、よかった、はい、安心してます。あ、形は普通の、あ、もう普通なんです。結構ちっちゃめで、これぐらいなんですよ。ちょっと寒いですけど、ラジオで意外とちっちゃめです。小ぶり、はい、僕も結構寝具はかなりこだわってて、そうですね、まずマットレスは、はい、あれですね、体重分散もありますけど、デコボコしてる、なんだろう、防音室の壁みたいな、あー、わかりやすいですね、はい、とか卵ケースみたいな形をしてて、はいはいはい、やっぱあれだと点で支えるんで、はい、寝返りを打つ回数が減るらしいんですよね。要は血が止まらない、点でこさせれるんで全部を血止めないんで、寝てる側の、方も血がちゃんと通うんで、寝返り打つ回数が減るんで、ね、眠りの深さが深くなるっていうのがあって、それを使ってるのと、あと枕はオーダーで作ってます。すごい、素晴らしい。それはリッチだ。いや、リッチというか僕本当に枕がいい枕に巡り合えずずっと来てて、はい、でまあ本当になんかこう数千円のものから、はい、なんか1000円2000円のものから5、6000円のものまでとかいろいろ試したりとか、なんかその僕も首が偏頭痛持ちなんで、はい、っていうのでいろいろ試したんですけど、やっぱなかなかぴったしくるのがなくて、うん、そうですよね。でだからもうこの際一回いい枕買ってみようと思って、はい、ちゃんと測ってもらって、うん、たら某西川さんの方で某です測ってもらって、ちゃんとここの高さとか首の高さとか、あと横とかも全部測ってもらって作ってもらいます、はい、それこそ全部その質問選べて、いわゆるそのストローみたいなやつもあれば、昔からの何ですか、低反発わらじゃなくて、何でしたっけ、麦じゃなくて、わら、あ、つぶつぶのですね、わかります、わかります、とか普通のウレタンとか、はい、全部中に入ってるものが4層ぐらいになってるんですけど、それも選べて、あと当たる部分もどうするかとか、はい、で、縦だけじゃなくて、要は横ですよね、真ん中よりも右と左の方が盛り上がっているので、うん、横を向いた時に横向きの枕に変わらないと、要は首ここの長さと肩の長さが違うじゃないですか。だから平らな枕でそのまま横向きに寝ると肩をずっとこういう状態にしなきゃいけないんで、なってます、はい、それだと良くないんですよ。だから横に向く時にはちゃんと横の高さに、肩の長さの高さになるようにすごいなってるんですけど、まあでもそれだけだったら全然そういう形の枕売ってるんですけど、はい、そのオーダーをしてもらうとちゃんと肩の長さも測って、なるほど、肩幅に合わせて、はい、合わせてとか、あと首のこのストレートネックの、はい、その角度によって、はい、その何ですか、頭を置く場所も2箇所に分かれて、うん、その高さを調節してるみたいな。ちょっと某西川さん一歩ですけどねちょっとリッチそうですけどね、うん、いやでもちゃんと何ていうんですか、何年保証とかでフォローもしてくれるんで、はい、すごいいいと思いますね。なんか回し物みたいですでもぜひぜひ皆さんで、ね、寝具をこだわってみてはいかがでしょうか。はい、はいはい、というわけで本日も私米津玲美とタヤキャプテンとヒーメロで番組を盛り上げていきたいと思います。番組のフェイスブックページも皆さんぜひいいねしてください。ではここで一曲お聴きください。アラゲホンジさんでエコー。
それでは本日のゲストを紹介いたしましょう。本日は水木陽子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水木陽子です。はい、では最初にプロフィールを読んでいただきましょう、はい、5歳からピアノを習い始め、歌うことの楽しさを知る。米大学、大学院、留学時代ジャズ&R&B に触れ、帰国後英語を教える傍らバンド活動再開、バンド活動を再始動。横浜、逗子、葉山にてコーラス&ソロで活動しながら弾き語りや作曲を行、作詞を行い、現在はアルバム作成に向けて主にレコーディングに専念されています。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、まあこう今ちょうどアルバムの制作中という話なんですが、この、水木陽子さんの、名義で、活動されてまだ10ヶ月なんですよね。うん、そうなんです。はい。はい、まあ、その前もその音楽にはいろいろ携わってきて、いろんなバンドとかもやられてたんですけど、いわゆるこうご自身でソロで曲を出してっていう風にやっていくのが、ちょうど10ヶ月ぐらいということですね。そうですね、はい、プロモーションビデオを、はい、作っていただくきっかけがありまして、そこから書き溜めてたものとか、うんうん、形にオリジナルとして、うんうんうん、できたらいいなと思いまして。なんかきっかけみたいなのあったんですか、ね、はい、そうですね、昔から歌うことも好きでしたし、形としてもう私の声で残していってはどうかっていう、うんうん、はい、ご縁をいただきまして、うん、はい、至ります。で、まあ、子供の頃から結構やっぱ歌うことは好きだったって感じですか。そうですね、ピアノを習い始めて、うんうんうん、まあ、自分で弾き語りをしながら、うんうん、近所のお友達と一緒にこうアンサンブルっていう形でごっこ遊びしながら音楽を楽しんできました。ピアノはでも結構あれですか、クラシック音楽がやっぱり当時は多かったんですかね。そうですね、もうそれで、うん、はい、始めて、まあ、楽譜を見ながらこう弾いていく楽しさを、うん、感じながら、はい、いろんなシンガーさんの曲だったりとか、はいはいはい、こう真似っこしたりしながら遊んでました。あと、どんな音楽聴きますかっていうところで、ヒーリング BGM を聞かれるということで。そうですね、現在の葉山に、神奈川の葉山に住んでまして、はい、まあ、環境柄自然に囲まれた海だったり山だったりっていう、とても素晴らしい豊かなところで、まあ、都会のこう雑踏に紛れる音楽も好きなんですけれども、うんうん、よりこう自然の波の音に近かったりとか、うん、あ、じゃあもう鳥のさえずりとか、すらもちょっと怪しいぐらいのメロディーといういわゆる自然環境音の方とかっていう。そうですね、好きになっていきました、だんだん。でもわかります、僕も最近骨伝導のイヤホンって、耳をオープンにした状態のまま使えるイヤホンっていうのが多分最近今流行ってて、で僕も今それ使ってるんですけど、なんですか、街中歩いててもその鳥のさえずりとかそういうのをわざとそこだけを流して、そうだから普通に街中歩いてて、街の環境も全部聞こえるんですけど、ずっとなんですか、鳥が飛んでいるみたいなっていう感じで、結構電車の中に乗ってる時もイヤホンがっつりつけちゃうと、もうなんて空間変わっちゃうみたいな感じですけど、そうです、ね、そう、オープンイヤホンだと、うん、街の雑多の音もありながら、環境を波の音聞きながらとか、いいですよね、癒しの時間ですね。あれですか、やっぱりその聞く音楽とは英語を教えてらっしゃってということで、まあ、英語の先生みたいなこともやられていると思うんですが、はい、ご自身もアメリカにもいらっしゃったんですよね。そうですね、はい、聞く音楽はあれですか、そのいわゆるヒーリング BGM 以外で、ポップスとかそういったものとかを聞かれるときっていうのは、日曜どっちが多いですか。そうですね、アメリカにいた時に、まあ、ジャズに、うんうん、まあ、触れて、まあ、ジャズの良さを、うん、体感して、まあ、R&B も昔から好きでしたし、うんうんうん、ちょっとジャズの学校に通ったりとか、うんうんうん、した時もありました。あ、なるほど、なるほど。結構そのあれですか、作詞もされるっていう。
そうですね、今回、2曲目のオリジナルなんですけれども、うんうん、そちらも作詞させていただいて、うんうん、日本詞の方が多いですね。あ、多い、うん、なるほどなるほど。でそこにちょっと英語の詞を加えて、うん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 、ちょっと自分らしさを出すって言いますか。なるほど、でもカラオケはね、今美樹さんとかも歌われるということなんで、結構やっぱメッセージ性のあるサウンド、なんか詞だったりとかもするんで。そうですね、なんかストレートな思いを伝えたりとか、うんうんうん、考えてることをこう表現したり、うんうんうん、そういうところにこう共感を得ますね。作詞もやられてるっていう話だったんですけど、作詞ちょっとまあね、クリエイトされる方にはよくこの番組質問するんですけど、うん、作詞はなんかどういう形でやられることが多いんですか、そのなんかこう書こうと思って書くのか、それとも結構自然の生活の中でこう降りてくる言葉を書き溜めて、そちらですね、後者の方、後者の方ですね。じゃあもう結構日常生活とかの中で、そうですね、小さい頃からこう手紙を書いたりとか、文字にしてこう表現するっていうことが多分好きな方だったと思うんですね。もともとその文章を作成するっていうのがもともと好きなかもしれないですね。そうですね、そこでこう自分の考えまとめたりとか、ちょっと思いをこうそこでこう解き放ったりっていうか、湧いてきたものとか、あ、でもいいですね。なんかそのいや音楽のために作詞するのもすごいいいんですけど、やっぱそれとは違う角度からちゃんとこう文章を作り上げた上でそれをメロディーに乗せるっていう考え方が多分できると思うので、すごいいいですよね。なるほどなるほど。結構もう日頃から思いついたらメモしてみたいな感じ。そうですね、はい、書いたりすることが多い。何やってる時が一番浮かびます？運転中ですかね。運転中メモだ。そうですね、江ノ島をこう見ながら、江ノ島のこう灯台を見て、こう光り輝く水面に照らされるこう灯台の明かりを見たりとか、景色が全部映画ですもんね、豊かなところで、はい、そこでこう運転してる時にふと湧いたりとか、何気ない時ですね、お風呂に入っている時とか、寝る前だったりとか、はい、寝る前一番厄介じゃないですか。いや僕もその曲を作ってる時とか寝る前が一番厄介なんですよ。この、頑張ってこれを書き留めるか、まあ、僕の場合は作曲とかだったんで、その録音するか、そのこのまま眠りにつくかで葛藤するんですよ、その睡魔との。で大体いやなんか起きてて覚えてないんだったら大した曲じゃないよって言って寝るんですけど。水木さんはどうされてますか？そうです、その場でもうすぐ。そうですね、思いついた時にメモ取ったりとか、だから残せるタイプですね。そんなね、水木さんの楽曲もね、今回聴かせていただきたいなと思うわけなんですが、はい、まずは5回目の誕生日という曲を1曲目聴かせていただくんですが、はい、こちらはどういった楽曲になっていますでしょうか？こちらは下の娘が5歳の誕生日を、ちょうど迎えた時にこうふとこう湧いて、育児日記もつけていたんですけども、その時にふとこう湧いた気持ち、成長する喜びと、まあ、あとちょっと寂しさを込めて、その時にパパパッとこう湧き上がった思いを、はい、書いてみました。それではお聴きください。水木陽子さんで5回目の誕生日。すぐ見つめるヘーゼルカラーの瞳、真っ白で小さなその手でママの指を握った。制服を一人で着れるで5回目の誕生日、空から舞い降りた
可愛い天使私のもとに来てくれてありがとう。かけっこの速さもますます増して私と本気で勝負したらあっさり負けた小鳥の折り紙が大好きだったおめでとうこの日を一緒に迎えて今日で5回目の誕生日星から舞い降りた素敵な天使私をママに選んでくれたあなたの成長は喜びだけれどほんのちょっぴり寂しいよ小さなその羽で大空に雲の上まで羽ばたいて飛べるよ大きな幸せをありがとう Even though time passes so fast I'll be your mother of girls はい、ということで聞かせていただきましたまたこのピアノとのコントラストはいいですねありがとうございますお母さんにね、こんな曲作っていただけるなんて絶対幸せだと思います、うん、どうかなちょっとね、あの自分のことだと思うとちょっと恥ずかしい気持ちもありますそうですね、そっちの気持ちも大きいかなと思いますはい、というわけでここでね、告知をちょっとお聞かせいただきたいなと思うわけなんですが、はい、この春4月7日の日曜日に、はい横浜の多摩プラザ3丁目カフェで、うん東京都内、横浜で活躍されてますあの樺島恵美さんという女性のシンガーソングライターさんと一緒に、ライブをさせていただくことに、なります、スプリングブロッサムズ、多くの方に来ていただけたら嬉しいなと思ってますはいというわけでその辺の情報っていうのは、まあ、SNS の方で、はいはい、載ってらっしゃると思うんですけどインスタと、はい、あとフェイスブックとあと YouTube の方で、はいお知らせさせていただくので、はい、よかったらのチェックいただけると嬉しいなと思っています、はい、水木陽子で検索いただくと嬉しいです、はい、美しい月に、葉っぱの葉に子供のこと、はいはい、こちらと検索したらもう上の方にすぐ出てきたので、はいはい、出てくると思いますいただければと思います、はい、ご覧ください YouTube もあれですか同じ名前ですかはい YouTube も同じ名前でやっております、はい、YouTube も水木陽子さんで検索すると出てきますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、ててまだお時間あるのでちょっといろいろね他にもお話を聞いていきたいなと思うわけなんですが、はいはい、ちょっとねキャラ、水木さんのこのキャラクター的なところもね、はい見ていきたいなと思うんですけどもうこれすごい気になったのが、僕自分のキャッチフレーズというかもう雰囲気と真逆というか、すごいこう、ほんわかした感じのに見えますけど、キャッチフレーズはなんとね、ファイト一発という。これどう、もう某 CM しか浮かばないんですけど、これどういった？これもそのままですね。はい、はい、割とこう目標が一つこう定まると、もう一つ突進といいますか。あ
そこに向かって、うんうん、こう着々と、うんうんうん、あのハードルを越えながら進んでいくっていうのが割と好きみたいです。ミッションこなしていくのが好きなタイプなんですね。ミッションです。ミッションを課せられるとちょっと喜ぶっていう、意外ですよね。すごいギャップを感じさせられる雰囲気 で、逆にそれだったとしたらね、やっぱここまでの目標進むぞってなったらもう本当に確実に進んでいける、うん、そのファイト一発でこう、進んでいくってことですよね。でもすっごい遅いんです。マイペースで。そうなんですか。まあ、あとはですね、ちょっとこう何なんでしょうね、これはちょっとこう、ね、なんですか、こうしっかりしてないところなのかもしれないんですけど、この盛り上がる鉄板ネタみたいなところで、うんうん、冷蔵庫に牛乳をしまったつもりが洗濯機の中でした。洗濯機の中でした。もうエピソードがちょっとはてなっていう感じなんですけど、冷蔵庫にしまおうと思った牛乳が洗濯機に入ってたってことですか。ないですか、そういうこと。洗濯機はないですよね。なかなかない。あ、本当ですか、うん、それっていつ気づかれたんですか、その入れた瞬間に。そうです、入れた瞬間にあれと思って。だってこうまあ どっちか、あ、まあ、ドラム式だったら若干ちょっと似てないわ。あ、形は似てるかもしれないけど、そうですよね、似てますよね。多分頭の中でいろんなことがこうぐる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 、はい、作詞のことだったり曲のことだったり日常生活のことだったり、ただ疲れてただけ、だけでしょうかね。ドラム式ですか。ドラム式です。あ、まあ、じゃあ、まあ、縦式だったらね、まだおかしいですもんね、これ。そうですね。そう蓋が開いてなくてよかったなって思います。まあ、それと似たような感じで、はい、車の屋根に、スニーカーを置いたまま走りなくしてしまうというね、はい。これはあの上ですよね。そうですね、ボンネットの上にそのまま置いて、まあ、皆さんでもよくないですか、こういうこと。スニーカーは分かんないですけど、うん、でもあの僕も似たようなもので、あの缶コーヒーとか乗っけちゃうとかは、やっぱりありますよね。はい、缶コーヒーもあります。なんかこうなんなんですかね、車のボンネットとか屋根って置きやすい高さなんですよ。そうなんかすごい。そうですね、うん、高さ的にこうちょうど目線の位置ですもんね。あと後ろ、車の後ろで喋ってると、はい、なんかよくわからないけど、あのワイパーにビニール袋かけたくなるんですよ。ちょうどいい高さにフックみたいなのがあるからかけたくなっちゃった。僕もそれはそのまま走ったことありますね。それは初耳です。まあ、ちょっとね、こういうそういうところもあるのかなっていうところなんですけど、はい、で今はですね、やっぱあの一番近い目標はファーストアルバムを作成して、はい、多くの方に愛を届けたいということ。そうですね、今あの少しずつ、うん、今回5曲目を、うん、この5回目の誕生日は先週、うん、つい最近ですね、はい、出させていただいて、少しずつこのアルバムの制作に向けて、うんうんうんはい、作ってるところです。計何曲になる予定なんですか。そうですね、ミニアルバムですと、まあ、もうそろそろかなって思うなんですけれども、ちょっとフルにするんだったら、まあ、倍ぐらいですね。そうですね、10曲となってくるので。そうですね、少しずつ。あ、まあ、じゃあ、まあ、どちらにするかはこれからまだ、はい、あの相談の上ですね。はい、そしてですね、はい、一番遠い目標は全国ツアー。大きすぎますね。いやいや、遠すぎる。全国やっぱ 回っていきたいというか。そうですね、まあ、地元があの九州なので、九州の大分県なので、あの地元に、全国というよりはまずは地元で、たくさんの、まあ、友人とか家族とか、あの知人多くの方に、あの曲を聴いていただけたら嬉しいなと、まあ、愛をお届けできたら嬉しいなと思ってます。あとはちょっとあのこれはあの春、この4月、あ、5月ですかね、はい、あのまあ、ご縁いただいて静岡 あのフリーライブのイベントに、あのまあお声をいただいたんですけれども、ちょっとこちらの都合で行けなくて、あいにくなんですが、そういうあの静岡とか、あの地方の方にもあの回って呼んでいただけたら嬉しいなと思ってます。
今やっぱ結構こうお子さんのね子育てイベントとかも結構いっぱいあるんで、そういうところでねこういう曲とかも披露したらね、そのお母さんの気持ちとかもね、そうですね、いいかもしれないですね、ね、呼んでいただけると嬉しいなと思ってます。やっぱあれですか、今回この要は今までこうバンドとか、歌とかいろいろやられてたと思うんですけど、今回はアーティストとしてこう確立しながら活動していく中で、今回アルバム制作っていう形だと思うんですけど、なんかこうアルバム制作でちょっとなんか大変だったなみたいなことってあるんですか、この作品を作るにあたって。そうですね、なんか今いわゆるちょっと今までとはちょっと違う形になるわけじゃないですか、その作品として残すっていうのみたいな。そうですね、あの YouTube に一つ一つあのプロモーションビデオを、あの、上げさせていただいてるんですけども、まあ、あの撮影の時とか、あ、はいはい、海辺、そうですね、海辺であの撮るんですけれども、うんうん、あの一度こう強風の時がありまして、あ、はいはいはい、もう強風の中の海辺で、うんうん、もう髪の毛が舞い上がりながら、はいはいはい、いや海辺の撮影難しいんですよね。女性は天候に左右されるなっていうのをすごく感じました。はいはいはい、しかもその浜辺によってね、あの吹きつけるのと吹き上げるのでまた違ったりとかするんで、そうですね、吹き上げ系だとちょっときついですよね、髪の毛まとまらない、なので、そうですね、まあ、だから今 YouTube もねぜひ見ていただきたいんですけど、そうですね、あの地元のあのミュージックビデオもいろいろあるので、はい、地元の葉山と逗子、はいはい、自然の豊かさも、はい、あの伝えできたらいいなという思いです。そうですね、はい、というわけなんですが、ちょっとねお時間もそうです、ね、はい、近づいてしまったわけなんですが、はい、はい、お別れのお時間が近づいていますが、最後にもう一曲お聴かせいただけるということですが、はい、どういった楽曲になっていますでしょうか。こちらは初めて の, あのオリジナルアルバムで、あ、オリジナルソングで、うんうんうん、All I Want、うん、まあ、弾き語りで、作らせていただいて、こちらも書かせて、いただきました。はい、はい、はい、それでは本日は、水木陽子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで一曲お聴きください。水木陽子さんでAll I Want。 まだ知らない場所で引いては押してゆく波のように二人の距離少しずつ近づいた。あんなに何度も願ってふとしたことでもどかしくさせられ、じれったくてそばにいるから欲しいのはそれだけ。不安を消してくれるの欲しいのはそれだけ。赤く染められてゆくの。水面に映される灯台照らされて。教えて姫野先生、続本屋大賞。イエーイ。ということでね、前回ですね、はい、この冬に読んでおくべき小説というコーナーで話をしたときに、はい、まあ、本屋大賞のノミネートがあるよということがありまして、うん、はい、前回3作品紹介させていただいたんですが、はい、今回はですね、そのノミネートが10作品勢ぞろいしたということで、はい、まあ、前回の話の続きを、はい、ヒメノに話してもらおうかなと思っておるわけでございます。はい、よろしくお願いします。前回もレミさんの回でしたね。そうです、そうです、はい、なのでレミさんも続きが気になってるかと思いますが、はい、ぜひぜひお願いします。はい、はい、
そうです。で前回、私が紹介した3作品が、はい、リカバリーカバヒコ、ナルセは天下を取りに行く、うん、君が手にするはずだった黄金についての3つだったんですが、はい、なんとそれがですね、はい、全部ノミネートされまして、すごい3つ予想的中しました。しかもあれだよね、あの2つはまあこれは選ばれるだろうみたいな感じだったけど、うんうん、3つ目は結構ヒーメロが好きで、そうです、なんかこの作品選ばれたらいいなみたいなそうです、もう完全に個人的にあの好きな作家さんで選ばれてほしいって願望でやったら、はい、受かったというかノミネートされたということですよね、はい、すごい、そうなんでございます。なので、まあ、その3つは前回紹介したので、うん、今回は、他のノミネートされた、7作品の、まあ、ちょっと紹介と、うん、あとお二人に1冊ずつおすすめの本を選んできましたので、ぜひ、読んでいただきたいなと思います。はい、では、他の7作品ですね、一応名前だけ、黄色い家という本、そして水車小屋のネネ、スピノザの診察室、存在のすべてを、放課後ミステリークラブ、星を編む、霊園列国物語っていうこの7作品がノミネートされました。はいはい、ね、今日、ご紹介するのは、うんうん、レイミさん、じゃあまず、はい、レイミさんおすすめの本は、はい、星を編むという本です。星を編む、はい、これは、なぎらゆうさんという方が、あー、なぎらゆうさんめっちゃ好き、よかった、すごい、ね、この星を編むという本は、うんうんうん、前回の本屋大賞ですね、だから去年の本屋大賞の、何時星のごとくっていう、これ本屋大賞を取ったんですけど、うん、これの続編になってまして、読んでないです。あ、そうなんです、そう、だから、一応読んでからまあ今年のも読んでほしいなっていう感じなんですけど、うん、はい、まあ、内容としては、主人公がちょっと、あ、前回の内容ですね、前回が、主人公が早くに亡くなっちゃうっていう、まあ、ところからスタートするんですけど、その主人公の亡くなってしまった主人公の関係者3人の背景を書いた、ストーリーっていう風になってます。なので3つの、短編集それぞれがどう思ってたかっていう3つが書かれてるっていう話で、なぎらゆうさんお好きっていうことで、私もすごい好きなんですけど、なんか何ですかね、登場人物の心のなんかこう繊細な部分の描写がすごい上手なんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。で、私は結構あんまり感情移入するタイプじゃないんですけど、うんうん、でもなんか表現が、うん、リアルすぎてもうゾワッとしちゃう時とかあるぐらい、本当にこう、まあ、多分女性の方が共感できる部分多いのかなと思うんですけど、はい、あったり、もう怖くてちょっと読み進められないなって思う瞬間があったりとか、うんうん、もうそれぐらいすごい作家さんなんですね。なので、まあ、ぜひこの作品も前回のと合わせて読んでいただきたいなと、はい、思っています。もう絶対読めますねこれは。かったです。さすがヒーメロ、そんなところまで見抜かれてたとは。さすがに好きだとは知らなかったんですけど。はい、なるほど、はいはい。で、次ですね、はい、田谷さんにおすすめなのは、はい、田谷さんが好きな本があまり分かんなくてですね。あー、まあまあそうですね、はいはい、そうで、ハリーポッターが好きっていうのと、はいはい、歴史が好きっていうこの2つの情報から、はいはいはい、推測しました、おすすめを、はい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 、で、紹介するのが霊園列国物語という本で、はいはいはい、もうタイトルは正直今呼ばれたラインナップの中で一番気になってます、うん、おー、よかったよかった、うん、タイトルはね、この本はですね、西のディコンセ大陸聖イジョルニ帝国という場所が舞台ですね。領主のそこの帝国の領主の娘、うん、ユリアが、まあ、政略結婚とかをこう促されるわけですよ、うんうんうん、でそれがもう嫌になっちゃって親族から逃げ出してこう冒険に出かけるってところから始まります、はいはいはい、で、なんかお父さんと一緒に行くんですね、うんうん、お父さんと冒険に出かけます。で お父さんと一緒に、そうです、お父さんは政略結婚が嫌で逃げたんだけど、はい、お父さんは連れてそうなんですよ、女親族が良くないっていうタイプで、あ、そういう感じなんですね、はい、だからその、まあ、女のいざことですよね、はい、そう、それがね、あるそういうパターンだと大体あれだよね、その幼馴染の、 兵士の息子と一緒に逃げるみたいな、あ、そうですよね、だけどお父さんはじゃあ政略結婚は嫌だったんだそう、なるほどね、そう、珍しいパターンです、珍しいパターンですね。で、その呪われた地と言われている霊園でに向くんですね、うんうんうん、そう、で、そこで騎手の、あ、スナイパーですねのトリスタンっていう少年に出会って、うん、その男2人女1人3人で過ごすっていう、もうハリーポッター要素を感じるこの設定で、まあ、過ごしていきます。で、
この次第にこうレエンデに、魅了されてって、その森の民と暮らし始めたり、うん、友達が作ったり仕事したり恋したりみたいな感じで、うん、やっとこの親族から抜け出して、うん、自分の故郷みたいなのを見つけるんですよ、うんうんうん、でそこまで平和だったんですけど、あのこの自分の領主でですね、うんうん、の帝国が争いを起こしちゃうと、それで、はいはい、レーンデが潰されてしまうかもしれないってことで、はいはい、自分の新しい故郷を守るために戦っていくよっていうストーリーになっています。いや面白そうですね、面白そう。いや僕もあのもちろんいろんな本は好きなんですけど、まあ、ファンタジーはやっぱ好きなんで、はい、ちなみに今日も実は昨日の夜たまたま見始めてしまったもののけ姫を見てしまったので寝たのが2時になってしまいましたけど、たまたまねあの録画してたやつをねこう整理してたらあの金曜ロードショーが出てきて、あそういえばあの時どんなセリフだったかなって見たら結局最後まで見ちゃったどんなセリフだったかすごいセリフはすごい僕昔友達とあのジブリ研究会っていう研究会みたいなのを2人なんですけどやってて、必ずこう会った時にジブリのセリフでこう会話する会話するっていう、面白いっていうのをやってたんですよ、はいはい、ファンタジーは全然好きですね。あ、よかったです。この中だとファンタジーがこれしかなかったので。あ、そうなんですね、はい、なるほど、うん、という感じでした。で、まあ、で最後私が個人的に皆さんに読んでほしい本は、うん、放課後ミステリークラブという本でして、あ、本当ですか、うん、これなんと児童書で、あ、児童書なんですけど、うんうん、あのミステリー作家の知念美希人さんという方、うん、これ前回の本屋大賞も取ってる方、うん、すごい作家さんなんですけど、が子供たちのために本気で書いた児童ミステリーということで、すごいこうなんですかね、ミステリーのこう入門としてすごい面白い本なんですよ。子供たちがミステリーにこう、うん、のめり込むきっかけになる、はい、でしかも児童書で初の本屋大賞ノミネートということで、めちゃくちゃ歴史ある本になりそうなので、ぜひ読んでもらいたいと思ってます。この中から一つだけってことですよね、そうですね、大賞をいただけるのは。本屋大賞実はそんなに詳しくないというか、うんうん、大体なんかもうあれじゃない、ノミネートされたものがもうフューチャーされるみたいなところがあるから、うんうん、そうですね、そう、大賞のところまでなんかまだ追いかけずに、うんうん、なんかふわっとあれ大賞終わったみたいなところが俺いつもイメージがあるんだけど、あのそのなんだろう、本屋大賞の大賞は一つじゃない。そうですね、他にあるのなんか賞みたいな。この部門は対象しかないですね。他にも翻訳の部門とか、海外の洋書で翻訳された部門とか、なるほどなるほどなるほど。あと本屋大賞って基本的に今年発売された本なんですよ。なんで、あ、まあ2023年ですね、発売された本なんですけど、そうじゃなくて、もう今までのこのベストセラー本から一冊っていう部門もあったりとかして、まあ、目玉がこれだよっていう感じですね。はい、なるほど、はい、ぜひね、はい、私はその3つ、ヒーメロが紹介してたナルセは陛下を取りに行くも実は買ったんですよ、でもまだ読めてなくって、なんでもうこの時点で3冊読まなきゃいけないんで、いやもう、ね、ちょっと忙しいですけど、忙しいよ、はい、大賞出るまでに読めたら読みたいなと思います、ね、そうですね。ヒーメロ的にな予想はどうなの今、はい、いやでも正直ナルセめっちゃ面白いんですよ。いや面白いね、そうナルセめちゃめちゃ評判いいんだよね。だからナルセが取るかなってちょっと思ってて、なんかちょっとほっこりする系のが多かったんですね、うん、今回だけど、まあ、ナルセはまあするけど、うん、ちょっと勢いもある本だから、うんうんうん、いいんじゃない、取るんじゃないかっていう予想をしています。まずね、この主人公がね、はい、とても魅力的なですよ、うん、だからキャラクター造形がやっぱ一番成功してる感じはするんですよね、うんうん、ただその田谷さんにお勧めした霊園で国物語はちょっとアニメにもなるんじゃないかって今思ってて、そこのプッシュ結構あるんじゃないかっていう予想も。 NHK アニメとかいきそうだね。もう多分アニメ映えすると思うんですよ、すごく物語が。続編も出てるので今、うんうんうん、ちょっとこれも撮るかなっていう予想ですね。はい、いやいや楽しみですね。これが発表がでも4月なんだよね。そうですね、4月10日に発表で、はい、締め切りが、まあ、書店員さんだけなんですけど、一応締め切りが2月の末になっています、うんうんうん、はい、というわけで、はい、はい、教えてひいめろ先生続本屋大賞のコーナーでした。息を音に変える、音を声に変える、声を歌に変える。
歌は思い出に変わる。そして思い出はまた歌になる。音楽を作るのは空気と心の振動だ。人生に震えるような感動を何度でも。アルファエンタープライズ。どれくらいの距離を僕はここまで。というわけで番組もエンディングです。ここで番組からのお知らせです。アーティスト応援部では番組に出演したいアーティストを募集しています。お家で聴いてるあなたも、すぐそこで見ているあなたも、自薦他薦は問いません。応援したいアーティストがいれば、どしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト応援部、もしくは a-ounbu.com で検索。そして、ね、番組終了後20時30分からショールームにてアーティスト応援部楽屋トークを配信します。放送内ではお伝えしきれなかった本日のゲスト、水木陽子さんの魅力も私がさらにお届けいたします。ご視聴はストリーミングサービスショールームからアーティスト応援部と検索してください。お楽しみに。はい、というわけで、はい、2月10日が終わりましたが、はい、終わりましたね。まだ2月10日なんですよ、今年。僕すごい長い気がしてて、はい、でもすごい充実されてるんですよ。いやいやいや、まあまあまあ、そうかもしれないですけどね、はい、でもなんか本当に2023年は逆にあっという間だったんですけどね。うん、そうなんですか。そう、2023年と2024年なんか同じぐらいの長さって言ったら、まあちょっと大げさだけどそれは、うん、それはだいぶ違うけど、ね、暇だったみたいになっちゃう。忙しかったですよね。2024年、まあ、いろいろね、こうやっぱ周りが動き出してる、うん、年でもあるので、うん、いろんなところがこう目白押しだし、情報もいっぱい入ってくるし、うん、新しいものもどん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 出てくるしっていうので、すごいなんかちょっとこう楽しい1年になりそうだなと思ってるんですよね、うん、確かに、うん、あ、うん、動き出しましたよね、うん、なんか私町内会で豆まきしました。どういうこと？節分コロナでやってなかったんですよ。やってなかったけど、そこの前節分で豆まいて、うん、はい、いっぱい豆まきましたそれだけなんですけど、はい、私はディズニー大好きなんですけど、ディズニーなんかいつもこの時期って何もやってない時期なんですけど、今年はまあコロナ明けなので、うん、パルパルーザっていうなんかお祭りみたいなのが、ミニーちゃんとドナルドのが2弾、第1弾第2弾と。あ、びっくりした、ミニーちゃんとドナルドがセットじゃないです、別々です。ね、ちょっとなんかいいのかみたいな、ペアリングじゃないです、はい、ミニーちゃんが今されてて、はいはい、ドナルドがもうすぐ始まったりとか、その後は新しいエリアができるんですよ。そうなんだ。それが楽しみで楽しみで。なんか情報は出てるんですか？情報も全部出てます。もう立ってます。結構建物も見えてるので。そうなんだ。6月だったかな、うん、に始まりますので、ちょうどディズニーに関してはちょうど僕が一昨日ぐらいに、はい、それこそネットフリックスとかを見てるときに、うん、ディズニープラスで、はい、今のディズニーのなんて言ったらいいんだろう、歴史みたいなものを紹介してくれる、はい、なんかドキュメンタリーチャンネルみたいなのがあって、はいはいはい、でジャングルクルーズ、はい、船の、はい、あれのその初代店員さんっていうか、船長員さんとか、はい、その一番最初のディズニー の船長員さんとかが、はい、出てきて、はい、いろいろあの時はこうだったんだよ、でトークはこうやってできていったんだよみたいな話をしてて、めっちゃ面白いと思って。いや、ドキュメンタリーめっちゃ面白いですよ。ですね、結構上がってますよね、いろんなの、うんうん、私もディズニープラス入ってるんで、面白い、ぜひぜひ。そうなんですね。もう回し物みたいな。そうなはい、というわけでね、はい、はい、というわけで話はつきませんが、そろそろお別れのお時間です。それでは皆さん、また来週、バイバーイ。いくつかの季節が過ぎて、出会いと別れを繰り返して、すれ違う人の波に流されそうになったけど、でもここでまた思い出せたよ、あの頃の気持ちよみがえたよ、消えかけた夢がまた鮮やかに
もう一度